4、三笘薫のブライトン、今後の日程がきつすぎると話題に。今後の日程はこちら。きついけど楽しみやわ。言うてもスパーズ倒してもうたらあとは普通のスケジュールやからな。正直アーナルトマンシー以外はなんとかなる感あるわ今のブライトンなら。EL 出場ってこんな難しいっけって感じ。ここが山場だね。FA 杯でマンシー戦延期やからどっかにまた入るぞ。あーしてもあったか。VIP6、リバポ以外全部残ってるの辛いな。チェルシーも完璧復活したから辛いけど、ポッター抜けてガタガタな内に勝っておきたい。中1日の試合あってくさ。プレミアはそんなもんや。だからぶっ壊れる選手が多い。いやいや10日なんてさすがのプレミアでも年末のボクシングデーだけやで。ほんまに11日ならスケジュール調整入るはずや。決勝はシーズン終わってからやからないで。じゃあ月末のスケジュール調整もないんやろか。結局層の薄さが中堅の限界なんやろうな。このスケジュール無理やろ。もしよければ、チャンネル登録お願いします。